こちら、東京渋谷教育対策スクール SLC の矢田でございます。語源、スペル、革新大学英単語の授業、64回目の今日の単語は、クワイエットです。サメさん、意味はどうでしょうか。静かですよね。さあ問題は、なぜこのクワイエットが静かなという意味につながるのか。そのヒントはスペルですね。つまり綴りにあります。さあ皆さん、クワイエットをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れていませんか。クイット、意味は何でしたか。やめるですよね。さあ皆さん、このクイット、やめるがなぜクワイエットの静かなという意味につながるのか、イメージ湧きますか。例えばこういう感じで、ある動作を行っていると、音がしますね。もしこの動作をやめたら、静かになりましたね。ですから、ある行為、ある動作をやめると、静かになる。そのイメージを持っていただきますと、クワイエット、イコール静かな。そして、その意味を紡ぎ出すんですね。大元の単語は、クイット。それがやめるという意味だと頭の中に定着させることがたやすくなりますね。いかがでしょうか。ちなみにクワイエット、静かなという意味ですが、こちら公式問題集グレーのにテスト1のパート5回答冊子44ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックスクアップ、こちらにつながるような動画はですね、これからも毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。